水島宗、水島宗、水島悟る、1949年、昭和24年6月18日隊は、日本の経営者、映画監督、脚本家、プロデューサー、YouTuber ーー、政治活動家、日本文化チャンネル桜代表取締役社長、頑張れ日本。全国行動委員会幹事長、2014年、東京都知事選挙、田上俊夫選挙対策本部長、 朝日新聞を正す、国民会議事務局長、北海道歴史伝統文化環境保全機構理事、国民保守党東京顧問、国民保守党北海道顧問、民間防衛実動部隊、国森州全国評議会結成準備会発起人、仮議長。1968年、昭和43年、静岡県立静岡高等学校卒業。1972年、 昭和47年、早稲田大学第一文学部ドイツ文学、先週卒業。その後、フリーランスのディレクターとして200本以上の、フジテレビなど、テレビドラマの脚本演出を手掛け、後に映画にも進出。日本国内において、フィリピンに関する番組を放送してきた、ウィンズフィリピンのチャンネルを主催。2004年、平成16年。 株式会社日本文化チャンネル桜を設立。8月15日午前6時より、スカパー CH767 にて放送開始。2007年、平成19年、南京攻略戦の正確な検証と真実を全世界に伝える映画として、南京の真実第一部、七人の死刑囚を制作。同年7月13日、 米国大使館に安婦問題に関する謝罪要求決議の全面撤回を求める抗議書を提出。2008年、平成20年夏、南京大虐殺の完全虚構論を緻密に論証する機会として模擬法廷を開く予定をしていたが、開催には至らなかった。同年9月11日、チャンネル桜の経営悪化に伴い、寄付を募る。 日本文化チャンネル桜2000人委員会を設立。2009年、平成21年4月5日に NHK が放送した NHK スペシャルシリーズジャパンデビュー第1回アジアの一等国をめぐり台湾の日本統治時代が割ると一方的に描かれており内容が変更している日本の台湾統治を批判するため台湾人の証言をねじ曲げている 番組に流行らせや事実の歪曲、鉄像があり、放送法に違反している台湾の人の心と日体関係をつけたなどとして抗議活動を展開。日本と台湾の両国の視聴者や番組出演者を含めた約1万300人により集団訴訟を起こすも2018年1月最高裁判所で敗訴確定。2010年平成22年2月2日。 保守派の国民運動団体、頑張れ日本、全国行動委員会を結成、田上俊夫を会長とし、自らは幹事長に就任。2012年、平成24年8月19日午前8時頃、尖閣諸島の魚鶴島沖会場で戦没者の慰霊祭を行った後、船から海に飛び降り魚鶴島海岸まで泳ぎ、上陸を観光した。 その後、東京都議会議員の鈴木昭弘、兵庫県議会議員の和田雄一郎、東京都荒川区議会議員の小坂英二、浅野久美らほか9人の日本人が続いて上陸した。その後、東大付近で日の丸を掲げる、東大の骨組みに日の丸を貼るなどの行為を行った。海上保安庁の呼びかけで、午前10時までに全員が島を離れた。2014年、 平成26年1月2014年東京都知事選挙に出馬を決めた田上敏夫の選挙対策本部長を務めるために日本文化チャンネル桜代表取締役社長を辞任。選挙終了後、同年3月に代表取締役社長に復帰。同年9月、朝日新聞が吉田証言。 吉田長所をめぐる疑惑を誤報と認めたことを受けて、朝日新聞社に対する集団訴訟を起こす、朝日新聞を正す、国民会議を結成。訴訟は一審敗訴。控訴も棄却され、上告しなかったことで終結。静岡県掛川市出身。高校時代は、柔道部。大学で、空手部に入り、たまたま全学連の左翼と喧嘩している風景が、NHK のテレビで流れた。 生前の評論家、西部進むと交流が深く思想の共通点は、スペインの哲学者、オルテガの実存主義がベースになっている。また、吉田松陰の総合復帰を政治活動の核にしている。保守的な考えを基軸にし、左翼的な考え方を一貫して非難するが、新米保守に代表される戦後の保守思想の歪みについても批判的であり、 新しい保守の潮流の可能性についての主張を主に展開す。また、保守思想とは、所詮、世の中、うまくいかないもんだからね。でもな、少しずつでも、お互い助け合って、ちっとは生きやすい世間をぼちぼち作っていこうや。それにしても、ご先祖さんは大変で、偉かったんだね。こうしてなんとか、ここまでやってきたけれど、まあ、生きるってことは、お互い、なんだか、つれえもんだよな。 ほんと悲しいもんだよな。でもね、あんたがいるから、俺ら、なんとかやっているよと言ったものだというふうに表現している。ザウの名は、自身の尊敬するドイツの作家トーマスマンの、ダーチ・ホールトンイコール持ちこたえること。中国に批判的で、反中的な言動で知られる水島であるが、日中平和友好条約10周年、記念作品である、パンダ物語に、 脚本家として携わっていたため、チャンネル桜の視聴者等に親中派の疑惑を持たれた。そのことについて、水島は当時は仕事として何でも書いていたシナリオライターであり、1980年代後半の時点では中国への強い批判的感情は持っていなかったと答えた。中国に訪れたのもパンダ物語の撮影時が初めてのことであった。 撮影開始2週間後に中国人スタッフが日本人と同等の給料を求める理由でストライキを始めた。仕方なく条件をのんだ結果、予算が元の5億円から8億円にまで膨れ上がり、日本の撮影スタッフ全員反中感情を持って日本に帰ってきたと述べた。監督は新城拓の前に中田新一が務めていたが、 主演の八木沙織への暴力行為疑惑で途中降板となった。意見対立が原因で小林義則の漫画に登場したことがある。かつて小林はチャンネル桜の支持者であり、自ら司会を務める番組も受け持つなど、思想上の細かい相違はあれど、一時的には和解状態に至ったこともあった。しかし、皇室問題や原発をめぐる言説の相違がきっかけとなり、 小林は一方的な降板を宣言し、両者の亀裂は決定的なものとなった。皇室問題については一貫して伝統重視の立場を取っている。アメリカのウォールストリートジャーナルやカナダのロイター、台湾、中華民国の台北タイムズやオマーンのオマーントリビューンをはじめ各国のメディアからは右翼活動家、大都ウィングとして紹介されている。 水島自身は右翼であることを否定しており、2015年、平成27年2月に日本外国特派員協会で行われた朝日新聞を正す国民会議の会見では、ライトウィング、右翼ではなく、コンサバティブほど形容されることについては肯定すると述べた。また、日本外国特派員協会の記者が日本の保守派を右翼、 歴史修正主義者という形で非難しているとし、残念であり、怒りすら覚える、真実を伝えていただきたい、大変悲しんでいると述べた。2012年、平成24年12月以降の安倍政権について、安倍おろしに乗せられないようにすべきとしており、保守陣営は、人物鑑定願と忍耐の心が必要としている。また、原則論だけで、安倍政権を批判することにより、 危機を招くとしている。農業共同組合のあり方に問題がないとは言えないとしつつも、安倍自身が掲げた、水穂の国の資本主義と相反する面があることも事実とし、組織の改革をせずに解体に手をつけようとする、安倍権を安直で危ういとして問題視した。安倍首相が二0十五年、平成十七年四月十六日から五月二日にかけて訪米し、 アメリカ合衆国議会合同会議における演説を行ったことにより、冷戦構造から固着していた日米関係に転機が訪れたとしており、戦後体制の崩壊が始まったと述べた。2015年、平成27年8月14日に発表された安倍談話について、政治工学的には、渾身の談話、戦後政治家として、 最大限なシュール談話と肯定的に表した一方で、本質は戦後レジームを肯定し不相切り捨てたものでも、あると否定的に表した。第3次、安倍内閣が閣議決定した平和安全法制には賛成の立場を取っており、国会周辺で賛成をアピールするデモなどを主導した。また、平和安全法制に反対する勢力の論調、姿勢を、デマ、卑劣 に絶などとしして批判した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。